韓国 K リーグ公衆 F3 が海外キャンプのため、沖縄に向けて出国した。光州 F3 は去る1月31日、沖縄に向けて出発。K リーグ一部昇格に向けて、本格的なトレーニングに入ると1日、明らかにした。今月16日まで、 1> 計1 6日間で進行される今回の海外トレーニングは、実戦トレーニングと弱点補強に焦点を合わせて進められる。パクジンソプ監督は、K リーグ2の日程スタートが1ヶ月後に迫っているだけに、試合を通して感覚を引き上げなければならないとし、競合チームとの練習試合で、我々の長所と短所を見つけて保管する計画と明かした。